東京都の舛添知事は昨日、一連の問題の責任を取るため議会側に自分の給与を減額する条例の改正案を提出する意向を示しました。知事自らの、給与を作家のカットするという条例案を出したい。関係者によりますと、舛添知事は昨日の夜、給与を減額する条例の改正案を提出する意向を議長に示しました。昨日の一般質問で知事は、自民党の議員から身を切る覚悟が必要などと厳しく追及されていました。いつ、どういう形で知事を呼ぶかと、しっかり議論をするようにということを指示しました。自民・公明の与党も、野党が求めていた総務委員会の集中審議に知事を呼ぶことを決めました。